はいどうもちゅうことで、初詣からの初釣りですね。はい、くじ引いてない人一人いますけど、僕は大吉を引きました。おがが末吉です。末吉で、末吉で、おじさんが小吉。小吉大吉の人が一番幸運が訪れることは確かだっていうことを実証していきたいなと、はい、いうことと、2021年、明けましておめでたいこの初釣りスタートですから、今後占う兆候に来ました。今真面目なんで、はい、もう少ししたら暗くなってきます。で真面目ナイトゲームやっていきたいと思います。はい、おはようございます。頑張りましょう。こんぐらい準備します。すごい竿の数、竹林かという。まあ、ジグ、はい、キャロー、スプリット、はい、フロート、ジグタン、すべての選択肢を酷使してこのメンバーでやっていきたいと思います。はい、ただね、うん、このメンバーだけじゃちょっとこと足りんということで、おゲストドンドン。どうも、大阪の変なおじさんと博多の変なおじさん道の富士さんと小野川さんですね。アジの状況把握の手伝いをしていただきたいと思います。はい、了解しました。もうフロート縛り、フロート時代来るよ。生きる人、生きるじゃなくてもいいけど、こっから先の息はフロートの時代だっていうのを見せれればいいと思います。はい、いや、しおーい、マジおるやん。あ、ライトライト、あ、消えた。一先出ました。一先出ました。え、嘘、出るんだやっぱ。一先出ました。一投目、マジかよ。今準備しよったらもうすぐ、うんうん、なんか汁出しよう。なんか、お、ちょ待って、あー、おいしょー、来た。あ、出た。あ、絶対一先やろ。おる、おるおる。一先はいいですね。一先、え、2021初フィッシュ。初フィッシュとなると一先微妙じゃん。微妙ね。うん、まあいいか。ケンちゃんが準備終わったら竿ごと取り上げたいと思います。うわ、いいな。一先俺も欲しい。近くなってくれんかな。マジか。結構良かったね、40ぐらい。え、家族で行ったりしてない？初詣で。な、何吉やった？中吉やった。ちゅうことはやっぱだ、お、あ、まあ、いいとこ持っていくよっちゅうことか。こう年末年始ね、寒波であんま よろしくないんじゃない。水温の低下が著しいんで、今日も北風強いしとは思うんすけど、うん、一先取れるのね。釣りたいですね。お、うわ、マジ悪い。どっちやもう全然言うことわからん。一先か。ちょ見してよ、とりあえず見してよ。ほい、ほら。いや、なんか今まで以上になんか喋りよっちゃうけど、なんか喋りだした。喋ったら喋ったで結構イラッとする。なんだろう、結構遠いね。おい、一先、おお、念願の。これ外れるっちゃない、外れるっちゃない。外れない。外れない。これ50ぐらいいったっちゃう。うわ、これは外れんよ。やっと一先食った。マジ、やっと食った。うわ、これはジグの方がいいわ、絶対。だね、メタルジグね、なぜないか。クラッチ逆転しだしてオーバーホール出しました。おいよ、いしょー。うわー、これだ。これは今のは野田さんやった。体全部を使って合わせてたから。これは来たぞ。アジやったら45センチ。でも絶対一先の自信ある。一先やろ、一先。そしてこれ、やばいやばい。いいとこにはかかっちゃおるんやけど、上げれる。よいしょ。うん、なんか骨あった。やりましょう。眼鏡がくぼりました。来たぜ、大吉の底力。ありがとうございます。40ちょうどぐらいやけど重い。こうぽっこりしてる。対抗いい。ありがとうございます。引き続きやっていきます。ちなみにセッティングは P04 ライム巻いてます。いや、なんか指出てリーダー20の尺 D の3に、はい、あのブリリアント 2.5 インチの青色のやつつけてました。青色のやつ、おるね、おるね。ジグに負けてないぞ。ジグに負けてない。あ、銀行ジャコブルー UV。 まあ、フロートでやってますけど、はい、どうですか、当たりは。いや、今まだないです。これね、ナイトゲームで40オーバーを取る核弾頭みたいな、昔出会った時、結構前にあったんやけど、その時の俺らはもうジグよ、ジグキャロ。
あーこれ釣れんねーとかおらんばいね今日いませんよみたいな話をしよったわけ、うん、めちゃめちゃフロートで釣られた壱岐の島で自信を持ってやりよった俺らがその瞬間ねやっぱねこれはまだまだ我々のレベルは低いぞ知らんことがあるんやっちゅうこうスポンジ精神ですねということでこれフロートシステムやってみたらやっぱ釣れるわけで俺ら釣り切らんだけで魚おるんやねっちゅうことを分からせてくれた人、うん、やっぱねいろんな人といろんな釣りしよったらね俺らの手数も増えてくるんでリグめんどくさいけど俺もまたやらんけど今日はめんどくさくない人が来てるんでやってもらいますかはいやりました、はい、お願いします、はい、フロートとジグの違いまあ沈下スピードスピードの速いのに食ってくるマズメの魚とかは、はい、もう何でもいいんですよそれが終わってからってやっぱこのワームの独壇場なんですよね、はい、なるべくゆっくり沈むでもこういうちょっと外洋エリアで水深あってってなるとどうしてももうちょっとスピードが欲しいんですけど、はい、キャロンなんかでもええんやけどキャロンやったら今度レンジ刻む時にどうしても巻きに入るとちょっとスピード上がるんですよねそれ地合いの時やったら全然それでも OK なんですけどこれがやっぱちょっとナイトゲームに入るとどうしてもその魚が追い切られへんとかものすごいシビアな状況なんですごいショートバイト多いんですよ、うん、でそういう時にゆっくり漂して食わすみたいな釣りがやっぱ有効なんですけどでもなおかつちょっとスピードを速めたいんでこうやってタングステの進化これ5グラム刺してるんで結構スピード沈むも速いんですよ、はい、でもこんな水深の深いエリアやったらこれぐらいでちょうどいいんであとは普通に沈めて、はい、もうやってることは沖でジグタンやってるイメージでやってもらったら全然簡単なんで要はそれが遠くに飛ばせて、はい、まあ広く探れる、まあ、ちょっと浅いレンジとかやったらこうシンカーをもうちょっと軽くしたってゆっくりもっとゆっくり沈めるとかいう風にやってたら全然なるほどそのエリアエリアであの攻め分けができるんで、まあ、そんなに難しくないです連行してもうカウント取って沈めて、うん、あとはゆっくり巻きながらロッドアクション入れるみたいなどこのエリアでも通用しますこれはもう自信持っています、うん、はい、もう息だけじゃなくて結構神奈川とか仕事で行ってるんでフロートで尺アジとかも全然釣れてるんでやってほしいですね皆さんにとりあえず1匹目でわおとりあえず今休憩しようぜっつったからね30ちょいぐらい尺アジはおったねやっぱこういうところフロート強いテンポよく探る釣りだけじゃなくて遠投してゆっくり探ってっていうことで最初の一発目当たって、はいはい、すんごいショートバイトでみたいなんで当たったと思ってしばらくちょっとデッドに巻いとったらまた同じ感じでそれはかかったけどよかったつまりおるちゅうことよ俺らは気づかんやんジグとかこれ、うん、やっぱフロート可能性感じます、はい、一発目ありがとうございますおるちゅうことやおる、うん、マジだぜマジこれはうまいやつや来たちょっとね今その辺におるやつ、うん、カセが上がったんかしらんけど来ました尺ぐらい味おおということで今から数を釣っていくぜはい今ね、尺ぐらいまでのアジはなんか釣れそうな雰囲気になってきたんで、うん、割とリアクションで食わせるような感じだと思いますただね、これ劇的に渋いね、やっぱこの年末、うん、もっと釣れていっちゃうけど今のタイミングで40出せるんやったらかなり個人的には価値のあるイメージだと思います出たらもう50レベルじゃないいい時期の50レベル、うん、と思うんでちょっと集中して釣っていきます、まあ、2021年、まあ、我々にとってはさらに飛躍の年になるかと思いますので一発目の釣果が渋いというのはちょっと厳しいですけど厳しいですけどもここから厳しいですけど頑張ります、はいはい、バッテリーの問題上ねその照明の安物やけんさずっと回し続けることが不可能になってくると思うんで、うん、今たまにポツッと当たるじゃないですか、うん、早送りでまた後で会いましょうまた後おほ渋いたまに当たるんやけど、うん、追従センター、うん、でそのたまにの一発目かかったらうわぁ渋い中でナイスアイツ何センチぐらいかなこの中央で28センチぐらいかおこのぐらいのアジを狙ってジグタンでやりたいと思う、はいはいはい、じゃあみんなジグタンやりますジグタンで13ぐらいマジガミさんもやっとやっと釣れた渋すぎてねなかなかヒットシーンが撮れないんですけどなんかね見切られてる感じですねリアクションで無理やり引き出しましたよかった大吉先に1投目よいしょよいしょおおやった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 よいしょやっぱこれやった
100D の 1.5 のシルバーラメ系の早巻きのトゥイッチングのストップみたいな感じリアクションでいくわ。多分2やったらねストップの時に多分スーン落ちすぎて不安ところがその 0.5g の差でマジカルストップしようわけ。マジカルストップ今度食った終わったぜ。ごめんイエーイよいしょー明けおめ明けおめことよろスエキチでもやれました。スエキチの方がでかい。イエーイうまそうパターンハマったんじゃないですか。セッティングはな。尺に。さっきまでキャロ投げた。尺に。早っ。積もったぞって気づいたらいつの間にか変えてるね。イチゴ。イチゴ。グラム数まで合わせて。ワームは？ワームは？クリアラメ。全部パクってきとるやないか。このパターンで釣れるのもどんぐらいかわからんけん。バタバタ釣ってきます。言い出した。やめろや。控えろや。いつも控えめやけんさ。グッと来たらやっぱイラッとする。おいしょー。食わせたよ。イエーイ。やっぱね、尺 D よ、尺 D。20センチぐらい。よし。よし。かなり離れてる。牛年。牛年だ。牛年な。出ながらって感じです。おあんまりアクションつけすぎる。引いてきてちょんちょんでピンって食わせる。縦のダートのコールで見せてみたいなテンション。コールでみたいな。よいしょ。絶対食わんわ。うしうし一周うしじゃあおりよいしょ。おり俺と来年年男。あざます。あざます。あざます。さっきからこう横がかりとかさ下唇とかにかかりようけ、うん、思わず食いよう感じのかかり方じゃないかな。おちゃんと吸い込んでないっていうかこっみたいな。来たっすね。来たっすね。あっさり。しゃくない。太鼓あるっすね。厚み厚みあるね。厚みあるっすね。ありがとう安定の超過ですね。ありがとう20後半。ありがとうございます。ありがとう。じっくり目線全然こうもね追い抜いてくるような。あアジを追い抜いてくるような。でちょっとこう一瞬止めるみたいな感じ。その瞬間に追い抜いて止めて食わせるようなイメージで緩急とスイッチとプッチューこう抜きのコンビネーションでやってます、はい、なるほど。そこからグーわグーわせり上がってピョンって目の前に急に突然現れたらびっくりして食うんじゃないか。なんだこれは。そうそうやってみます。で思わせて、はい、ちょっと。おいおいおいマジか小さい狙い通りすぎて最高。ちょっと高速で巻き上げてきて食いに行ってきます。そんな必要なんですね、やっぱり。おいー100たら100たら27センチぐらい。でもいいね、なんかフレッシュもね、フレッシュ。フレッシュな味。近いな。トリプル、トリプルゲット。皆さん全員揃った。うぜぇ。本日初。やっと釣った。やっと本日初全員揃った。釣られた誰か。いやー皆さんで、はい。あーなんとうわっと早さ早さ早さパーツ1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 こりゃーパーツ1パーツ1コンディション良好でございます。コンディション良好。サラ尺ないぐらいです。だいぶ渋くなってきましたね。そしてねキャストの時人差し指にこうかかる感覚がなくてさミスる寒くなってきた。寒すぎる。え
い、ということで、今日の初釣りの方を終了したいと思います。まあ渋かったですね。そうですね、で今回の目的の遠野富士さんにねフロートの底力を見せていただくつもりやったんですから、フロートでしか食わん味が今日おらんやったということで、そもそもジグタンで食う味も厳しかったんで、まあ出るならフロートで40っていうとこやったんですけど、まあ今日はね、はい、状況悪かったけど、はい、投げ続けていただいたんで、はい、感謝です。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ尺ちょいはねフロートで出たんで、うん、そこはジグタンに届く距離じゃなかったんです、ね、まあちょっと片鱗は見せれたかなと。まあただ一言で言うとくと、フロートでしか釣れん味は一気にはいっぱいおるっていうことです、はい。まあ、今日状況がねその日出せるかっていうのは問題やったけど、状況次第ではっていうことです、はい。なんで何かの時はやってみていただいて でまあ結局拝んだ後釣れるんかって言ったら微妙やったけど多分今日の息灯内でこんだけ釣れたんやったら上等やないかと思います。ですね、はい、ですよね。まあ尺も出たしね、尺近いの何本も一さっきがでかいです、うん。なんでまあ2021年始まったばかりですけど、今後とも生島アップの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。また面白いことやっていきますんで、はい、はい、次は、ね、最近うちの動画に広告ついたん でしかもその動画がねなんか出会い系アプリの広告ということでね、うちの小川内出会い系アプリで出会ってみた、次やってみます。これ結構ガチです。使って釣りガールと出会えるのか、やらせ一切なしの、あれの時はもう有料会員登録でもしよう。一番なんかいいやつ、一番いいやつ挑みたいと思う。はい、そういうことでまた今年も2021年お楽しみに。はい、はい、じゃあ、東野富士さんと小野賀さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。またありがとうございました。また遊びに来てください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ、またまた次回。バイバイバイ。セッティングはな、さっきまでキャロ投げたシャクに積もったぞって気づいたらいつの間にか変えてると、はい、イチゴグラム数まで合わせて